スーツレス、スーツレス、心から愛していますよと、甘い言葉の裏には、一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら惨めになるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったはないでしょう。逆恨み作るわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って吹き出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。タバコを吸うなとか酒を飲むなとか、私の勝手じゃないの。好きでもないくせに好きなふりをするのはよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこで、などとおどけて見せるのもこれで最後ね。さよならさよなら、心通わぬ恋などさようなら、こらえきれない涙よ。できることなら笑いとなれ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。Once more. 好きです、好きです、心から愛していますよと、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら惨めになるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って吹き出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。タバコを吸うなとか酒を飲むなとか、私の勝手じゃないの。好きでもないくせに好きなふりをするのはよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこで、などとおどけて見せるのもこれで最後ね。さよならさよなら、心通わぬ恋などさようなら、こらえきれない涙よ。できることなら笑いとなれ。だから私の恋はいつも巡り巡って吹き出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。はい、こんばんは。今夜はね、剛の論連歌を歌いましたね。2019年3月の、じゃないじゃない、4月だ。4月の2日、ね、4月の2日。火曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの夜先な生存確認の一環として、こんな風に動画アップしたいと思います。はい、こんばんは。なんとか、11時半、0時前で。じゃあ、今日も YouTube ライブやろうか。もう遅いけど。疲れた。勝石この生存確認。2019年3月、さらに4月だ。4月の2日ね、火曜日ね。なんつか、湿気変わる前にできたね。よかったよかった。じゃあやろうか。今日 YouTube ライブやります。やろうか。疲れた。
忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。また一つ女の方が偉く思えてきた。また一つ男のずるさが見えてきた。俺は男、泣き通すなんてできないよ。今夜も酒を煽って眠ってしまうのさ。俺は男、涙は見せられないもの。飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。Once more. 忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。また一つ女の方が偉く思えてきた。また一つ男のずるさが見えてきた。俺は男、泣き通すなんてできないよ。今夜も酒を煽って眠ってしまうのさ。俺は男、涙は見せられないもの。飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。はい、こんばんは。今夜はね、酒と涙と男と女を歌いました。2019年4月の2日火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。わかった、今日はなんとか0時前に。こんばんは、どうも。こんにちはね。あ、アビルさんどうもね、どうもね。ケイコさんどうも。ありがとうね。よかった。あ、ブタさんどうもね。謝らなくて大丈夫よ。熊崎さんどうも。あ、ゲストもどうもね。おっす。すごいかな、どうもありがとうね。今日は寝落ちしないからね、大丈夫。今日は寝ないようにしよう、ね。じゃあ、さて、もう、あ、お互いにお疲れ様。さて、今日はね、もう焼きそば食べようか。例の太麺焼きそば。前の曲の今日は焼きそば、今夜の夜食。こんな時間ですが、お腹ペコペコなんでね、今日は焼きそば焼こう、焼きそば。焼きそば。これね、これね、今日焼こう。ね、金銀菜がね、日銀で50円だったんで、それと一緒にね。新規さんがほんと50円で、ね、あったんだ、あれ。一番スーパーで、道行く人でさ、安かったから買ってきた。早いのか。
でも僕、炒めてもいいや、僕、炒めちゃって、それ、それしようかと思う。でもね、今日焼きそばね、今日はソースね、太麺焼きそばで、ソース、太麺ソース焼きそばで、チンゲン菜入れて炒めてます。どうもね、チンゲン、もう今日はチンゲン菜。あ、ぶっとんこまないでしょ、チンゲン菜だけ。安かったんで、50円だったんで、2株ね。あ、どうも、今日チンゲン菜とあの太麺焼きそばね、今日はね、今日はそれで、まあ、2食だからね、麺ね。結構たっぷり。ああ、お腹ペコ、今炒めてる。今焼きそば。
どうもね。できましたよ。はい、できました。今日はね、ソース焼きそば、まあ勉強が今日はないけどね、今日はソース焼きそば、チンゲン菜って言ってました。チンゲン菜、こんな感じ。どうも。そう、いただきます。はい、うん、あ、乾杯。太め、うん、いた。今日も今日は8分飲もうかな。8分、今日はね、安いの。今日はこれ、今日はこれだ。目新しい缶があったんでね、これ買ってきた。札幌の麦とホップ本熟アルコール 6% ってやつ、これ買ってきた。500缶ですね。これね、500の6缶セットでさ、よくあるんじゃん。858円か、安かったからさ、今日これ買ってきたね。6缶で、ね、安いなと思って、うん、こんな感じね。麦とホップ限定醸造、うん、そうですよ。このメーカーもの発泡酒で6本で850円は結構安い方かなと思ったんで。そう、税込みじゃないよ、税込みじゃない、税抜きだけどね、うん、それでもね、安いかなと思ったんでね、税抜き858円だった。じゃあこんな発泡酒で、はい、乾杯。あ、いや、まあどうもね、はい、今日は焼きそばだ。太麺焼きそば、チンゲン菜。うん。うん。うまい。うまい。やっぱ、太麺が好きだね、僕はね。何でも、麺の類はね、ラーメンでもそうよ。うん、太麺が大好き。そうめんよりもうどんの方が好きなのかな。そうめんよりもうどん、そんなもんだろうね。うん、あそこワイズマートなんだけど、ワイズマートは通常ね、この手の発泡酒はね、180円だからさ、1本で買うと180円。それが安いなと思って、ワイズマートはそれ高めかもしれないけどね、通常この手の発泡酒はね、500の缶で1本180円だったから。
あ、こんばんは。ワイン君、どうも、今日は太麺焼きそばよ。まあね、昨日、この間スパゲッティね、大体麺しかないですね。あ、うまい。お腹空いてからな。いや、50円だからね。だって、道地震なの。道地震だったから。よくあるあそこ。道地震でね、カゴの中入って50円であったんで、そのやつで。だから安かった。2株入って50円。おい。いや、僕そうよ。今日は特売でね、でもね、2株で金券差88円だったけどね、それよりも50円安かったから。だから限定上手、限定書いてある、特別だろうね、アルコール6%で。ソース味でね、添付のソースね。これはね、最初に金券さんはね、胡椒だけ炒めたらやっぱいいね。あれ、ソース、添付のソース使ったからさ、あれ、塩は入れなかったね。胡椒だけで野菜炒め、その後麺入れて、ソース入れて。やっぱソースうまい。うまい。物理でよ、そうよね、炒めてからね。だって炒めてる間、ブツブツになっちゃうんだよね。その方が食べやすいもんね。もう。今週は4月。もう早い、4月2日だ。本当、驚くほどだね。4月もあったらさ、一気に道路工事減ってんのね。まさに年度末も多かったねさ。ね。4月になって一気に道路工事なくなってるよ。本当だね。まだ。黒ラベルはね、そうね、あれはビールはやっぱ高めだからね。サービスはないです。真剣さだけ。うまい。ああ、こんな感じで、なんとか0時前に間に合った。まあね。ありがとうね。今日はね、そうね。じゃあ、酒と涙の男と女でございました。いい感じだ。今度土日休みだったらね、キャンプに行こうと思う。キャンプ、テント泊、場所奥多摩行こうと思う。奥多摩 奥多摩行こうと思う。今度久々奥多摩、なんかうずいちゃって。今度土日休みだったら奥多摩に行こう。テント場でテント泊しようと思います。あれね、あれ年越し以来行ってないからな、山はな。行ってみよう、今度。もう決めた。今度はね、あれ。
モンベルのウルトラライトの自立意識強いと思って行こうと思います。うん、思わなくない人はしょうがないね。うん、これ500は1本目。なんやかんやっても46まで生きてくれたもんな。なんやかんやっても46まではさ、ねえ、なんやかんやでも46まで生きてくれただけで満足だ。あ、乾杯。ねえ、クマさんだったら森のクマさん歌おうかな。ああ、青木ヶ原交通費の問題でまた行っちゃった。青木ヶ原行くんだよ、僕大勢行く、大勢だからね。5月の前ぐらい休めたらね、あれ連休あるんだね。大勢行こうと思って、5月の連休は。5月、大勢。うん、春のちょうどいいな。うん、大勢行く、5月は。いいね、奥多摩はね、あそこね。あれが、駅前のさ、村役場したとこだね、あの辺ね。うん、大勢行こうと思って、5月の連休。5月。ついに行くぞ、今年大勢。大勢で全体く。前から出て大勢。大勢行くよ、大勢。今年大勢行く。うん。うん。大勢行くぞ。東武線乗って、あれ、会津高原鉄道乗って、会津高原尾瀬口に降りてバス乗って行こうと思います。あ、実はね、あれ、奥多摩、なんだっけ、奥多摩の方も雪だ、雪景色だけど、なんかそういうの見たな、あれね。山梨の雪だもんな、あれな。でも、昨日は雨だったけど、でも今日はもう寒い方だけど、昨日雨降ってないの、多少はね、和らいで感じるよね。昨日は雨だったからね、寒かったけどね。今日もそんな暖かくもねえけどさ、夜なんか。でも、雨降ってない分、昨日よりかはね、過ごしやすい感じがするね。楽しみ、本当。大勢行こう。今年5月の日、大勢。大勢で全頭白行こう。うん。うん、大勢、楽しみだ。うん。もうね。降ったんだ。振り心だったの。電車、うん。で、ああ。もうね、で前から大勢は気になってたんだ。大勢はね、前から行きたかったから、大勢ずっと大勢行く。うん、東武線の延伸場で行けるから、あそこだったらな。電車の便がいいんだ、大勢だって。ここうちの方から行くと、うちあれ町屋だから、隣北線だもんね、東武線でしょ、あれね。あれ乗っちゃえばさね、あれ乗り入れの第三セクターの会津高原鉄道行けるもんですぐね。うん、だそんなわけで。まあ電車で、僕、車持ってないからさ、どうしてそんな電車中心に考えちゃうとね。富士五湖はさ、やっぱ電車じゃちょっと不便だもんなるね、うん。大丈夫、交通省、大丈夫。うん。その辺は覚悟の上でやってますんで。春菜さん、おう、うん、どうだろうね、ちょっと近くもないんじゃないかな。うん、おぜ、おぜき、おぜき、そうね、うん。まあ、とにかく僕は、とにかく、行くて、3カ所ぐらいあるテント場で、僕、テント泊が目的なんで、まず最初。いいな。あれ、YouTube でさ、カブパパっていう ID の人いるじゃん。あの人よくね、あの人は群馬の人だからさ、よく言ってんだよね、あの奥さんと二人でね、大勢とかね。あれ参考になる見てるとね、あの人のやつ。あの人よく見よ、カブパパさんのやつね。うん、ないです。うち、こんな家もないよ、駐車場は。両親ともに乗んないからね。うん、
駐車場ないね。車買うんだったらまず駐車場を考えないとね。線路沿いだから、京成の線路沿い、八丁台でも大和田でも歩けば、15分も歩けば駅だからね、線路沿いだからね。まあ、本当駅的な、うちはそう、八丁台と大和田の間だからさ、間。まあ、八丁台の方が途中止まるんでね。そうだね。だから車中泊できない人のためにテント泊があるんだろうなって僕は思ってるよ。車中泊できない人のためにテント泊があるのかなって。 テント泊もなかなかいいよ、テント。テント持ってっか、僕は。もうだいぶテント揃ってね。まあメインで使ってるのは、山の場合はね、モンベルの自立式ツールとか、あとライプアラインのツールとか、あとネイチャーハイクのもある、あとワンポールもあるしね。渡辺さん、動きじゃ分かんない、渡辺さん。食べない、これ焼きそばでおしまいです。今日、チャーハンまで行かないや。そうね、駐車場ある人はね、もっと田舎、もっと郊外、田舎の人はさ、ね、いいんだろうな。アウトドアファン見てます、あの人ね。多分ね、北総線の方ですね、あの人で住んでるのね、多分。見てわかるよね。あれ、サイエンとか、多分そうだ、あの人。ヤキロの上の方なんだ、北総線の方に住んでんだろうね、あの人ね。よくあの辺だもんね、見てると。アウトドアファミリーね、見てますよ。自分、あ、もう千葉だからさ、よく。千葉絡みで言うと、あと、なんだっけ。ジャパルっていう ID 知ってから男の子2人でやってるの。あの人見てる。あの人は千葉だからね。千葉でやってる人ね。ジャパルっていう ID でさ、男の子2人でやってるアウトドア系のやつ。あの地元感がいいんでね、見てる。よく登録してますね、あれ。いまいちじゃないよ、ちゃんと食べてるよ。いい感じ。もうこれしかないから大事に食べてる。うまい。もうあとこれだけなんでね。あと、これだけなんで。大事に食べる。じゃあ2本目持ってくんで、ね、ホップ。いいかな、麦とホップ。もう1本目からなんで、2本目持ってくんで、ね。いいかな。今日はパンは買ってないですね。じゃあ2本目持ってくる、2本目。まあ1本ってわけにいかないね。やっぱ2本ぐらい飲まないとね。じゃあ2本目持ってくるよ、2本目。今日は札幌の限定醸造、麦とホップ。2本目来た。どうもね、ヤミ君。ボーンマーカー、やってるよくね、飲み動画ね。ボーンマーって、見たことありますよ。はい、乾杯。あ、どうもね。じゃあ焼きそばで、ソース焼きそば。あ、これでおしまい。キンキさんと時間が合うのは、あの人フリーだし、フリーだし、合わないし、僕は。勤めてるから僕時間が合わないよね。
釧路なんだ、知らなかった。今北海道なんだ、あの人ね、釧路なんだ。海の動画で見る人はね、僕は誰だ、今よく見る、今海の動画で見るのはね、よっちゃんだ。はい、よっちゃんね、星野のよっちゃんはよく見るな、あれ、うん。50歳一人暮らし、北海道出身、現在三鷹三鷹で小さな動物王国やってる人本当ほいのよ、いや、まだよく見る、ほいのよ、お嬢さんよく見るな、うん、たまに星野のにょっちゃんと秋元さん同い年なんだね、50歳でね二人ともの50歳独身で結婚歴になる、なんか面白いなと思ってね、うん、秋坊もそうなんだ、あの人ね、いつも結婚歴ないって言ってたもんな、もう。50だもん、だから少子化なんだろうな、もう50歳になって一回も結婚したことないんだもんな、だから少子化なんだよな、ああ、秋坊とかがいるからね、うん。いいや、あいつもフリっぽいもんな、コラボなんだよね、コラボはさ、 YouTuber の人だから、もう YouTuber じゃないからさ、あ、北海道じゃ、出身は北海道って言っちゃう、あの人たちから、最後向こうの方でね、出身はね、うん、きょうちゃんはそうよ、あれ、うん、そうだよ、あ、でもよかったでしょ、なんとか。じゃあ終電じゃないからね。終電だとまだ高、そう、平日は町が0時4分までだからね、終電はね、うん、ああ、そうだ、よかった、はあ、あ、そうだ、最近またテント買って、テント買ったからね、僕また。一応三角テントってことで買った。うん。2、3キロのやつで、ダブルのやつで、4シーズン制で買っちゃったよ、あれ。良さそうなのあったんで。もう届くと思うんだけど、でも多分、それ、うん、楽しみ。うん。今度本当4シーズン制っていう、4シーズン対応のやつね。うん。春夏秋冬で、一応三角テント作ってて、だいたい2、3、3キロぐらいかな。そのテント買っちゃったよ。楽しみだな。うん。だから今度、週末は届かないと思うんで、まあ、手元にあるのでやるけどね。今度あれ使おう。うん。1万円だので、うん。まあ、マイナーメーカーだったから安かったんで、買ってみた。新しいのは買わない、ずっと一緒だよ、あれ。ライプやラインの、でかいの。でかいのは普通のキャンプで、キャンプ場とかでやってますよ。うん、わかすね。あと、山を持ってくときはさ、ワンロングの、小さめのやつね、山は。ね、ツエルと。ツーロングででかいのは、ほんとでかいやつ。インナーポールも入ってる。あれはね、普通の、まあ、その辺の、角吹きとか、そういうキャンプ場で使ってますね。スウェルトいいところは本当コンパクトだからさ、電車と方の僕には持ってこいだ、あれ本当持ってこいだ、スウェルト本当コンパクトだから、ありがとう、できたさ、もう意気込んでないから、毎日やってからさ、たまにやる人は意気込んじゃうでしょ、やっぱりたまにしかやらない人ってさ、今日ライブやるぞって、でだから見る方大変だ。僕はそうじゃない。毎日さ、生存確認の一環だからさ、別にどんな形であれ一応やるから、楽にやれるけどし、見る方も楽なわけよ。別にライブとかだと意気込んでないんで、僕。生存確認の一環なんでね。うん。出してる人、よく大食いとかやってる人だよね、あれ。うん。大食いの人でしょ。うん。
大食い動画アップしてる人、ニコニコ、ニコニコとさ、YouTube とかで動画アップしたりしてる人、してる人ね。あれ、なんだっけ、赤い、なんだっけ、ムックみたいな着ぐるみ着てる人だよね、あれね。うん、知ってますよ、うん、ダスティス。最近みたいになるね、うん、あるっすよね、うん。僕のは見なくなったから、多分僕のページ上がってこないのかもしれないな。うん。うん。それ僕は、前にずっと長いことやってますんで。登録はだって、まあ、登録者少ないけどね。YouTube 登録したらまだ日本語ページできる前だからね。うん。日本。うん、そう。まあ、やっともあとわずか。うん、あ、太麺はうまいね、やっぱ太麺焼きそば、本日は太麺焼きそば、もう始まった、パンクちゃんね、ラスカルさんはちょっとわかんない、それはわかんない、僕。ああ、大食いで見てないか、僕。アウトドア系で見てるんで、アウトドア系で。うん。アウトドアと大食いかぶると知ってると思うけど、あんまり。大食いって、大食いつまりがあんま見ないからな。黒いね、しょうがないね。うん。仕事ができないからね、汚れちゃうんだよ。あ、はい、焼きそばを美味しくいただきました。うまかった。さて、飲もうか最後。今日はこれでおしまい。はい。今日はね、札幌の麦とホップ限定醸造。はい、乾杯。ヤーマン乾杯。残業があったりするね。まあ、しまいしない。いろいろ。今日はそんな、でも、ね、今日も、でも昨日よりか遅いけどさ、そんな今日は遅くなって、もう終電前にもう家賃帰ってからでしょうね。うん、ありがとうね、ボン。よろしくね、ありがとうね、ボーマーちゃん。よく見てるよ、ボーマーちゃん。よく飲み動画ね、見てますよ。あれね、よくね、あの子ね、うん。一人でやって、クシュロだったら知らなかった、クシュロとは知らなかった、僕。出身は東北っぽいの見てて分かったからさ、出身はな、東北なんだろうなって言ってたけど、今、在住が釧路とは知らなかった。ボーマーって女の子がいるんですよ、女の子で。女の子で飲み動画アップしてる人がいるんです、YouTube で。あ、ボーマーさんどうもありがとうよ。あ、ボーマーさんありがとう。嬉しいな。ボーマーさん。よく見てますよ。飲み動画ね。ハイキムの方はさ、あんま、ね、最近いいね、だんだんね、慣れてきてね。うん、細かすぎて伝わらないものまねか。あ、そうなんだ。細かすぎて伝わらない。あの、喋り方ですね。ボンバーちゃんは喋り方があれいいよね。なんかの独特の。あの、いいよね。あれがいい。好き。いいと思う。僕は。あの喋り方。クシュルだったんだ、ボンバーさん。知らなかった。もう出身は東北の方だったとか、まあ、見てて分かったけどさ。今住んでる在住。釧路とは知らなかったです。教えてくれてありがとうね。うん、あ、スティッカムか。ね、スティッカム。スティッカム、今一応まだあるけどね、だいぶね。うん、
どうもね。今日はこれでおしまい。今日は500のから2本で終わろうかな。毎日やってますね。これでおしまいよ。うん。明日も仕事から来たくない。もともとね、光荘のヒカライブっていうところでのライブ配信からやってから僕はね。青森なんだ。青森の女の子か。青森と言ったら。ホタテだね。ホタテが有名なホタテね。確かね。キャットがホタテ。ね。ね、ホタテが有名でしょ、あそこだけ。青森のホタテ。青森行ったことないね、僕。青森。一番北がね、宮城県だから。松島海岸とかあの辺なんでね。あの辺より汚いからね。うん、一番北がそうよ、あれ。宮城県の松島のあたりだから。あれより汚いんでね、僕にとって未開だ。南部弁か。僕はないですよ。うん。あ、これ。青森だったら、最近はあれ、B 級グルメでよく、せんべい汁とかやってるよ、せんべい汁ね。食べたことあるの、せんべい汁。ね。あれ、せんべい汁、そう、南部せんべいにいる。あれ、南部せんべいって小麦粉系だからね。まあ、納得いくよね。鍋に入れてもね。あれ、うん。南部せんべいって小麦粉系のせんべいだからさ、まあ、いわゆるまあスイートみたいなもんだもんな、あれ小麦粉だからね。せんべいっていろいろあるからあれね、もち米系と小麦粉系とかね。南部せんべいは小麦粉だからさ、あれね、まあ小麦粉ね、あせんべい状したもんだからね、いれば、まあスイートと思えばね、まあわかるよね、あれね、せんべい汁ね。激圧、ボーマーちゃん、そう、よく激圧とか言うんだよね。そう。その言い方がボーマーだ、ボーマーちゃんだね。激圧とか、そう、その言い方ね。なるほど。そう。よく言ってるよね、あれね。動画の中でもね、激圧とか、そういう言い方ね。うん。今日、締めはこれでおしまい。今日はこれでおしまいよ。締めはない。ああ、そう、あざすのよく言ってんね。うん。かわいいが見てるよ、女の子。うん。でもさ、手取りで無料登録だからさ、手取りでね、いいんだよね。似顔絵でか。うん、よくそれでもいいんじゃない、似顔絵で、別に。あれ上野公園の名もなき絵描きに描いてもらったもんだからさ、いいよ、好きに使って。ほんと上野公園の階段のところなあそこね、いっぱいいるから。まあ今厳しくなってさ、ねえ、かえねえ、いなくなったけどね。でもちょっとね、緩い時とかやってもね、似顔絵描き、あそこ常に京成のあれ出た横の階段のとこね、うん。だから絵が得意な人はさ、あれで一応ね、稼げんだよね。絵が得意な人。まあ違法かもしんないけどさ、代々木公園とかさ、上野公園とかでかい公園行ってさ、2000円ぐらいで似顔絵描き。ね、そうよ。ね、あれ得意な人はさ、そうだよ。うん、芸術の分野で絵の描くの、似顔絵描くの得意な人はさ、いざとなったらさ、ああいった、ね、上野公園のああいうところでさ、ね、似顔描きでなんとかね。絵は描かない僕は、うん。ありがとうね。ありがとう。よく換気がよかった。嬉しい。
マイクはね、そうよね、スティックまで知ったんだよな、スティックまでね。マイクはもう人妻だからね、あれ、子供いるからね、マイクは。マイクはそうよね、もう、ね、人妻で、もう。もう子供もだいぶでかいでしょ、もう。普通の人ぐらいであるでしょ、もうね。よかった。本が好きなんだ僕は。テレビとか見ないしさ、ゲームとかやんないけど、本は好きなんだよね、僕はね。そうよ、本。ね、そんなわけ。じゃあ、今日はそろそろ終わろうかな。仕事ですよ。休みじゃありません。普通に仕事だ。どうかが休みのわけがないじゃん。水曜だもん、夜が明けてね。じゃあ、そんなわけで、今日はこの辺で終わろうかな。おやすみなさいね。まあ、文芸もんとか読んでますよ、いろいろね。例えば、畑正憲さんとかね、おやすみなさい。畑正憲さん結構読んでますね、だから、それ僕で、ね、星野さんとか、星野よしおさんもね、畑さん読んでるみたいだからね、結構その辺かぶるんだよね。瀬戸内寂聴さんも読むし。白岩弓枝さんも読むし、結構読む、その辺、いわゆる文芸もの。じゃあおやすみ、今日はこの辺でおやすみなさい。じゃあまた明日。坊おばあさんありがとうございます。クエさんにまた、じゃあまた明日。はい、ライブ終わりました。なんていうかね、もう今日は終わんないしなかったね。あ、登録ありがとうね。じゃあ今日最後はこの歌で終わろうか。今日のエンディングはこの歌で終わりましょうか。今日のエンディング。福山雅治さんの誕生日には、まあ、真っ白い色。4月は僕の誕生日なんでね。お母さん、死んじゃったんだよな、お母さんな。ごめんな。結局、家で帰ることできなかった。ごめんね、お母さん。一緒に住みたかったんだろうな。ごめんなさいね。結局、一回も住めなかったよ、家出てから。ごめんなさい、そんな思い込めて。母親への感謝の意味と懺悔の意味を込めて、誕生日には真っ白な百合を歌って、誕生日には真っ白な百合を歌いたいと思います。あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は誇れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は
優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔願ってる人いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、今日最後はね、福山雅治さんの誕生日が真っ白な百合を歌いました。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。